皆さん、こんにちは、こんばんは、クロンです。今日は、デコナップビーズ、っていうのに、挑戦しようと思います。とはいえ、本当に初心者なので、アクセサリーキットっていうやつを使って、作っていこうと思います。事前に勉強とか、全くしてないので、おいおい、っていうことするかもしれませんが、何卒、ご容赦くださいまし。それでは、本編、ご覧ください。では材料のご紹介です。今回、購入したキットはこちらになります。お値段は、1000円ちょっとでした。こちらは、キットの中身です。デコナップビーズの驚いたところは、なんと、ビーズが、発泡スチロール、なんですね。最初、見た時はびっくりしました。それと、同時に、これなら、クロンでも、身につけられる。ってちょっと嬉しくなりました。というのも、クロン、実は、昔、システムエンジニアをやっていたのですが、その時に、頸椎症、と言いまして、首を痛めてしまったのです。パソコンのディスプレイを睨みつけすぎたようです。それ以来、ネックレスの類をつけると、首が痛くなったり、なんか、気になってしまったりするようになっており、全然ネックレスをつけれなくなりました。デコナップビーズは発泡スチロール、絶対軽いよね。ムフフ。そして、こちらは、エンボスヒーターです。キットの説明書に、ご用意していただくもの、っていう記載があり、レジン液、持ってる。UV ライト、持ってる。エンボスヒーター、は?ってなり、泣く泣く、ネットで購入しました。ということで、これらを使って、張り切って作っていこうと思います。まず、下準備ということで、爪楊枝に、マスキングテープを巻き付けていくそうです。なんか、何重にも巻き付けちゃうと、ダメらしいので、きっちり、爪楊枝一周分、巻き付けます。ビーズに刺す部分は、マスキングテープを巻かなくていいらしいです。レジンが爪楊枝にくっつかないようにするためみたいですね。さあ、それでは、始めていきますよー。説明書によると、ペーパーナプキンって、どうやら、2枚から3枚で構成されているようです。で、一番上の、印字部分のみを使うそうなので、不要なペーパーを剥がしていくんですって。知らなかったよ。一体、誰が、この方法を編み出したんでしょうかね。すごいですよね。で、一生懸命、剥がそうとしているのですが、本当に、これ、2、3枚もあるの?てか、2枚なの?3枚なの?って、ブツブツ言いながら、なんとか剥がそうとしております。でもね、剥がせるとは、思えないんです。どうやって、剥がすんだ?破ってしまえ。ってことで、ビリビリって破って、破った断面から、なんとか剥がしました。皆さん、どうやって、剥がしてます?破るなんてこと、やってませんよね?えへ。今回はビーズが3つあるので、ペーパーナプキンの使いたい部分を細かめにちぎって、このように、分けました。さあ、いよいよ、デコしていきますよー。くぅ、ドキドキ。まず、ダイソーで購入した、デコパージュ用の液を、筆でビーズに塗ってから、ちぎったペーパーナプキンを貼り付けていくんですって。ほうほう。なるほど。爪楊枝に刺している部分、
この部分の貼り付けが難しかったです。その部分を先にきれいに貼り付けてから、全体を貼っていくと、きれいにできそうです。あと、ペーパーナプキンの柄のチョイスを間違えると、ペーパーナプキンが、貼り漏れているのか、もう、終わっているのかが、わからず、ちょっと戸惑いました。全部貼り終えたら、一度、爪楊枝から外して、手のひらで、コロコロします。馴染ませるんですって。コロコロ。コロコロコロー。そして、ここで、登場、エンボスヒーター。レジン液を温めて、サラサラにしていくらしいです。では、レジン液をコーティングしていきます。再度、爪楊枝に刺して、サラサラにした、レジン液を塗っていきます。筆で塗った方が、塗りやすかったです。はい。こってこてに塗りすぎると、垂れちゃうので、加減が難しい。はい、硬化が終わりました。ちょっと、いびつだけど、まあ、まあ。最初だし、こんなもんでしょうか。今度は、爪楊枝を刺してた部分から、反対側へ穴を開けて、貫通させます。9ピンを通すためですね。透かしパーツをつけて、9ピンを通していきます。さあ、ここからは、クロンが苦手な、ゾーンに入っていきます。どうも金具接続作業が、苦手なんですよねー。いつになったら、うまくなるやら。はい、それでは、付属のビーズと、デコナップビーズ、チェーンをつなげていきます。もう、この工程は地獄でした。特に、チェーンと、ビーズをつなげる部分なんか、え？これ、無理やろ。って何度思ったか。細かいんだもん。やっと、チェーンに通せたと思って、9ピンを閉じようとすると、チェーンが外れちゃったりとかするし。でも、作ってて、とっても楽しかったです。ネックレスを作るのが、初めてっていうのもあるんですけど、だんだんと完成してくると、楽しいですー。さあ、もう少しで、完成だー。くぅー、チェーンが難しいー。はい、ということで、なんとか完成しましたー。結構、いびつなビーズになってしまいましたが、首につけてみたところ、全然重さを感じない。なんと素晴らしい。これなら、首を痛めている、クロンでも、おしゃれができそうです。アクセサリーキットの、ペーパーナプキンが、まだ余っているので、今度はピアスを作って、ネックレスとセットにしたいと思います。ということで、今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。ではではー。